アレクサンドル・ボロディン。アレクサンドル・ポルフィーリエビッチ。ボロディン。アレクサンドル・ポフィアビッチ・ボロディン。1833年10月31日。ユリウス歴。11月12日。グレゴリオ歴から1887年2月15日。2月27日。は、定性ロシアの作曲家、科学者、医師。ロシア音楽の作曲に打ち込んだ。ロシア5人組の一人である。 サンクトペテルブルクにて、グルジアのイメレティ州のタバディ、王子、皇爵と訳されるのルカステパノビチゲデバニシビリ、ロシア名ゲディアノーフ。62歳と既婚のロシア女性、エブドキア・コンスタンティノブナ・アントノバ、25歳の非着出子として生まれる。ゲデバニシビリはボロディンを実施として、戸籍登録せず、ノードの一人ポルフィリ・ボロディンの息子として登録した。しかしながらボロディンは、 ピアノの稽古を含めて優れた教育を受け、科学を専攻した。展示でサンクトペテルブルク大学の医学部に入る。最優秀で卒業後、陸軍病院に勤務24歳の時に医学の会議の出席のためにヨーロッパに長期出張した。この頃、ムソルグスキーと知り合い、シューマンの曲を紹介され、興味を持つ。ピサ大学では、シューカナトリウムを用いた。 有機窒素の定量法を発見した。26歳の時、ハイデルベルク大学、科学入学。元素理論を確立したメンデレーフと知り合う。卒業後は、サンクトペテルブルク大学医学部生科学の助教授、教授と進み、生涯有機科学の研究家として、多大な業績を残した。作曲は1863年に、ミリー・バラキレフと出会うまで、 正式に学んだことがなかった。1869年にバラキレフの指揮によって公共曲第1番が公開初演され、同年ボロディンは公共曲第2番に着手する。この新作公共曲は初演時には失敗したが、1880年にフランツリストがバイマルでドイツ初演の手はずを整え、ボロディンの名をロシアの外に広めた。 やはり1869年には、歌劇、イーゴリコーに着手。これは、ボロディンの最も重要な作品とみなされている。しばしば単独で演奏され、おそらく最も有名なボロディン作品となっている。ボロ別の踊り、だった、ムヒトの踊りと、ボロ別人の行進、だった、ムヒトの行進は、イーゴリコーからの曲である。ボロディンは、本職や公務に某殺されて、 生前この作品を完成できなかったため、没後にニコライリムスキーイコール、コルサコフとアレクサンドル・グラズノフにより保筆と改定が進められた。1887年に休止、射肉祭の習慣に数人の友人を呼んで、上機嫌に歌って踊って楽しんでいたが、突然ひどく青ざめて卒倒したのである、動脈瘤の破裂だった。サンクトペテルブルクのアレクサンドル・ネフスキー。 大修道院の地不ン墓地に葬られている。科学者としては、ボロディン反応、ハロゲンカーアルキルの合成法、ハンスディーカー反応の別名に名を残している。また、嗅覚不可反応の一つである、アルドール反応を発見したとされる。ボロディンは、作曲家としてその道に秀でていたにもかかわらず、いつも科学者として、収入を得ており、科学の世界においては、 とりわけアルデヒドに関する研究によって非常に尊敬されていた。結果的に日曜作曲家を自称することになり、同時大臣ほど多作家ではなかったものの、二つの公共曲や音が中央アジアにて通称公共詩、中央アジアの草原にて叙情美を叩えて人気の高い野草曲で有名な弦楽四重草曲第二番はますます盛んに演奏されている。 一握りの歌曲とピアノ曲も残され、中でもピアノ曲、スケルト変異蝶々は、ラフマニノフが演奏を録音に残している。ボロディンは、公共曲第三番にも着手したが、完成できずに用を去り、後に、グラズノフによって、完成された。ただし、どの部分がオリジナルでどの部分が保湿か、不明確な部分が多いため、この作品は、ボロディンの新作として扱われない傾向にある。 近年では未完成のチェロソナタなど初期の室内楽曲も見直されつつある。ボロディンの作品は力強い女子的性格と豊かな火星が特色である。名高いロシア五人組の同人としてロシア的な要素は否定すべくもない。情熱的な音楽表現や比類のない火星法はドビューシーやラベルといったフランスの作曲家にも影響を与えた。また、 同世代のロシア人作曲家の中では、自然にポリフォニーを扱う能力でも際立っている。公共曲や弦楽四重奏曲のスケルツオ学章は、ボロギンがメンデルスゾーンの作風を熟知していたことを伺わせる。また、第一主題と第二主題との間に明確な対照性を与えず、それらに関連した要素を配置していく手法は、後の時代のシベリウスを予感させ、 西欧的な二元性とは異なった思想基盤が現れている。ボロディン弦楽四重相談は、ボロディンの功労にちなんでいる。1954年には、トニー賞を授与された。これは、ボロディンの数々の作品を改作して作られたミュージカル、キスメットの成功を表手の受賞であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。